ではこれよりシスタークレア先生の懺悔室をスタートしていきたいと思います。それではアクアちゃん、はい、シスタークレア先生の部屋に来ましたので、シスタークレア先生、アクアちゃんのことよろしくお願いします。はい、アクアちゃんどうしたの？今日は、まあ、いつもやらかしてるんですけど、今日は一段とクロちゃんでやらかして、実は先日もホロライブの大先輩である時のソラちゃんっていう方がいるんですけど、この方がマインクラフトのホロライブサーバーに遊びに来て、その時にネタを披露したんですよ。それが、ソラちゃんにちなんだネタだったんですけど、ソラちゃんが可愛すぎて限界オタクになる暗記も。暗記も以外が見たい。5、6千人の前ですごく滑ってしまいまして、すごく申し訳ないことをして、私、修行に出た。授業に出まして、今日はクレア先生が来るということで、クレア先生に一つネタを考えてきたんですけど、ありがとう。じゃあちょっと見せてもらってもいいかな。大丈夫か、大丈夫か。いきます。右、左、三つ目。ダメだ。もう一回やって。右肘、左肘、二三時。母ちゃん、10倍テンションでやって。そうなの、お手本見せて。あれ、肘同士くっつけて、最後二時三時ってとこで、右手左手でこう二時と三時を指すってこと。面白い。あ、じゃあ今度やってみてもいいかな。クレア先生もやってくれるの？クレア先生今やってるの？やるの？絶対に先生やって。クレア先生困らせないで。一緒にやる。事故やん。一緒にやろうじゃん。一緒にやるぞ。マジでマジでやめた方がいいの。ダメ。はい、じゃあやりまーす。やった。右、左。じゃあ、お手本見せますね。はい。いきますよ。右、肘、左、肘、右、三時。怖いです。クレア先生、お願いしてもいいです。これ、これ。はい。じゃあやります。お願いします。右肘、左肘、二時三時。かわいい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 。ありがとう。ありがとう。はい。はい。ありがとうございました。シスタークレア先生、ありがとうございました。ありがとうございました。はい。赤ちゃんね、よかったね。なんか聞いてもらえてね。すごく、もう、これからの人生が晴れ晴れしく明るくなりました。ありがとうございました、クレア先生。懺悔の会があったね。シスタークレア先生、はい、何か一言をじゃあ最後にお願いします。まさかね、アクアちゃんがそんな考えてきてくれてると思わなかったからすごい感激です。ちょっと右肘と左肘をこう刺しながらやっちゃったから、ちょっとなんか振り返るとちょっと恥ずかしいなって思ったんですけど、皆さんには見えてなくてよかったと思いました。かわいい。かわいい。見たかったね。はい。進行しちゃう。ありがとうございます。これでね、クレアさんが 3D になった時にこのネタをきっと披露してくれると思います。楽しみな、楽しみ。罪を重ねすぎだよ。このネタで懺悔するべきだな。罪を重ねるってなかなかないんですよ。というわけで、視聴者の皆さんも
浄化されたところで今日はこのあたりにしたいと思います。またホロライブ幼稚園会った際にはぜひまた見に来てください。では見てくれてありがとうございました。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 さようなら。さようなら。ありがとうございました。バイバーイ。バイバイ。バイバイ。バイバイ。はい、バイバイ。右肘、左肘。あれ？あれ？2時3時。